はい。えっ、ー、と、南インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、このビデオは、えっ、ー、と、JFND のブラッシュアップコースのツイッターで学ぶ日本語。えー、それの9月1日の授業のために、えー、録画をしています。はい。えっ、ー、と、この、あのー、ビデオの内容は、こういう順番になっています。最初にツイッター上のチャットとは何か。それから、あ、すいません。これ間違っちゃいました。サットチャット、SAT チャットですね。えー、そういうチャット。 え、これが一番有名なチャットだと思います。それからその他のチャットを探す方法。それから、え、日本語教師チャット。それから今週の日本語教師チャット。そして最後に課題について話します。はい。まずツイッターのチャットっていうのは特にですね、え、教育に関わる人の間でとてもよく使われています。で、あの、この、あの、使い方はですね、この本がとても有名ですね。 140Twitter Tips for Educators、えー、先生のための Twitter の使い方が、えー、140個、えー、書いてありますね。この本、まあ今はちょっともう今となっては少し古いかもしれませんが、えー、こういうつあの先生たちが Twitter でチャットをして、それで皆さんとつながり始めた時のことがすごくよくわかるので、私はこの本は大好きです。 えー、その、じゃあ、サットチャットというのは多分一番、えー、歴史もあって有名なチャットだと思いますね。これは何かっていうと、インド時間で毎週土曜、あ、時々ね、休みの日も、休みの週もあるんですけど、えー、基本的には毎週土曜日の、えー、16時午後4時から、えー、1時間ぐらいで開かれます。で、毎週ですね、ゲストモデレーターが来ます、えー。ゲストモデレーターっていうのは何をするかっていうと、質問を出すんですね。 で、その質問を出すときに、最初の質問には91、2番目の質問には92というふうに、939495と、えー、こういう、あのー、わかりやすいタグをつけて、えー、タグというか目印をつけて、えー、そして質問を出すんですね。で、モデレーター以外の人は、この質問に答えるんですけど、そのときに、91の質問に対しては、A1 の質問、92の質問に対しては、 A2 というふうに答えます。そして Q3 の質問には A3 という記号をつけて答えるようになっていますね。後でいろいろ、あの、日本語教師チャットもそうなので、後で実際の例をご紹介します。はい、その他にはですね、これは確か今年の記事だと思いますが、44 Education Twitter チャット Worth your time という記事もありますね。 で、それから、えー、これはですね、あの、カレンダーの形になっています。で、えー、Google カレンダーに、あの、えー、っと、Google カレンダーを使っている人は、このカレンダーを、あの、自分のカレンダーでも読むようにしていると、今どんな、あの、チャットがあるかということを知ることができます。確か全部で300以上の、えー、先生のための、 ツイッターのチャットがここに、このカレンダーに入っていますから、とてもおすすめです。はい。じゃあ、今回の,えのテーマの日本語教師チャットとは何かっていうと、えっ、ー、と、ここにですね、まあ、公式サイトがありますので、えー、興味のある人は、まあ、詳しいことはぜひこちらを見てください。えー、時間はですね、毎月第4土曜日のインド時間の午後5時半からですね。ただ、今週、というか、あの、 8月はですね、えー、ちょっと事情があって第4土曜日にできなかったので、えー、今週、つまり9月の第1週に、えー、開くことになっています。1週間遅れていますね。はい。えー、で、今週の,その、そのじゃ何について話すかっていうと、今週の日本語教師チャットですね。えーえー、日本語学校教育研究大会で取り上げてほしいこと、欲しいこと。 こういうトピックで、皆さんが意見交換をすることになっています。はい。時間は、あ,あ、すみません。2021年ですね。これ間違ってますね。2021年の9月4日の土曜日で、日本時間で21時ですから、インド時間では15時30分ですね。はい。はい。で、参加方法はですね、 その時間になったら、まあ、インド時間ですから、インド時間では今週土曜日の午後5時半に、えー、ツイッターでー日本語教師チャットのハッ、ハッシュタグを検索します。で、検索結果はトップとレイテストっていうのがあるんですけど、トップだと、あの、読めないものが、あの、古いけど、えー、有名な人が書いたものとかが上に来てしまうこともあります。で、あの、このツイッターチャットは、あの、新しいものだけ見る、 あの、方がいいんですね。なんでかっていうと、1ヶ月前は違うトピックで話しているからです。なので、このレイテストを見るといいでしょう。え、ちょっと今ですね、じゃあ実際に開いてみましょうね。はい。えっ、ー、と、これが日本語教師チャットのレイテストっていうところですね。はい。えっ、ー、と、これは、あの、えっ、ー、と、あの、お知らせをしていることですね。 あの、今回の日本語教師チャットのトピックはこれになりましたよというふうに、えー、お知らせしているところですが、はい。えー、うん。はい、ここがトピック投票中ですとかですね、えー。そういうふうにあります。で、これが実際のトピックの投票で、えー、うん。この時はですね、3つのトピックが、えー、提案されたんですけど、 そのうちの,いあの日本語学校教育研究大会で取り上げてほしいことが一番になったので、今週はこれについて話すことになっています。あれもしかして見えてなかったかな今の。はい。いや、大丈夫ですね。見えてますね。はい。で、Q1 の質問に A1 で答えます。これさっき言いましたけど、この第42回のログを見るととてもわかりやすいと思うので、えー、それも、えー、お見せしたいと思います。 はい。これはですね、えっ、ー、と、5月ですね、今年の5月に行われた日本語教師チャットで、トピックは日本語教育の多様性についてでした。で、でここに書いてあるように、えっ、ー、と、何人かな ?61 人の人が、えー、この時は参加しています。で、えー、ちょっとこれをですね、こうやって見ておくと、まあ、これが前の日に、あ,あと、あの、9時間前になりましたよ、というふうに書いていることですね。えー、それから、 91はどこかなはい。はい。ここに91ってありますね。はい。91に、こういうふうに、あ、ここにも大きく書いてあります。最初に、えー、ユニークな自己紹介をお願いしますというふうに書いていますね。で、91だけではなくて、この日本語教師チャットっていう、このハッシュタグも必要です。えー、で、答える人は、この91に対しては、A1 で答えるんですね。この日本語教師チャットというハッシュタグと、この A1 という、 え、コードも一緒に書きます。実際の例を見てみましょう。ここではヒッキーさんという人が、え、この日本語教師チャットという、えー、あ、すいません。このヒッキーさんは A1 の代わりに91をそのまま使っていますね。すいません。これはいい例ではありませんでした。これは私の例ですから、ちょっと他、あの、3番目に行きましょう。はい。えー、この人はオランダの、えー、日本語教師ですね。井上文子さんという人ですが、 日本語教師チャットというハッシュタグに A1 をつけていますね。そしてロッテルダムの井上ですというふうに自己紹介をしています。はい。えっ、ー、と、この人もここに A1 がありますね。この佐藤豪雄さんという人ですけど、この人もとても積極的に色々役に立つことを書いています。ここに A1 があって、その後ここに日本語教師チャットというハッシュタグがありますね。はい。このバラジュンさんという人も A1 と、 日本語教師チャットというのがここに書いてあります。で、こうやって A1 と日本語教師、あの、日本語教師チャットというのが、えー、うん。あの、あるのは全部自己紹介ですね。最初の Q1 に対する、あの質問、あの答えですね。で、その後、えー、えー、とですね、はい。えー、Q2 という質問が来ます。 92はどこかなあこれが92ですねはいこれが92です、えー、教科書論争や ICT 化多様な考え方進め方がある中で一つになれない業界は今後どうなるべきだと思いますかまあこういう質問が92なんですねそれに対して えー、日本語教師チャット、あ、これも92だから、ちょっとここ行きましょうね。あ、これは私だからいいです。じゃあここ、はい。日本語教師チャットの A2 って書いてありますね。つまり、この q 2の質問に対しては、どれも A2、A2、えー、A2 という、これをつけて、えー、あの答えを書くというふうになっているわけです。はい。えー、ではですね、実際の課題としては、えー まあ、この日本語教師チャットに皆さんも書いていただくことにな、えー、お願いしたいと思いますが。はい、えー、今2時です。音が聞こえましたかね。はい、えー、っと、今回は日本語学校教育研究大会という、これは日本で、まあ、あの日本で行われますが、これはあのオンラインでも行う、あの参加することができます。えー、っと、で、でもこの、あのー、イベントは、 まあ、日本語学校ですね。これは、基本的には日本にある日本語学校に、えー、そこで教えている人たちが参加するイベントなので、えー、インドの人は、あの、ちょっとですね、少しあまり関係がないような質問も出るかもしれません。えー、しかし、まあ、最初はですね、大体いつも必ず自己紹介になりますから、えー、少なくとも最初の Q1 については、えー、A1 日本語教師チャットをつけて、 自己紹介は書いてください。9 2とか9 3はもしかしたらインドの人にはちょっと答えにくい質問になるかもしれません。はい。はいえー、それから来週ですけど、来週はですね、あの振り返りの、えー、発表会になります、えー。で、皆さんツイッターでたくさんあの友達とか知り合いができたと思うので、えー、ゲストを一人招待して、えー、ください。で、まあ、あの、 もし、えー、その人が忙しかったら、えー、別の人を招待す、まあしてもいいですし、えー、しなくてもいいです。あの、つまり諦めてもいいですが、少なくとも招待だけはゲストを一人、えー、招待してみてください。で、えー、そういう人が、えー、聞いている中で、えー、最後の発表会をしたいと思います。発表会では、このコース、ツイッターで学ぶ日本語で、えー、どういうことを学ぶことができたか、えー、それからどういう、あのー、 友達ができたか、そういうことを話してほしいと思っています。はい。え、それから個人面談も、あの、まあ、これは YouTube なので URL はここでは書きませんけど、え、いつもの URL で個人面談を申し込んでください。はい。あの、カレンドリーですね。はい。それからこのスライドの URL は、このビットリースラッシュ 3BPT0HX ですね。この B と H は大文字、キャピタルです。 えー、それでは Twitter でたくさんの日本人の友達を作ってほしいと思っています、えー。では私のビデオはここまでです。また、えー、っと、Zoom でお会いしましょう。失礼します。